アメリカ皆さんこんにちは、コッシーです。今日はアニバ田中将大を使ってみた。前のシリーズの2022年シリーズ1から継承して、変更点としては、ストレートが D から C に変わったのと、スプリットが変化量が1増えてる。で、代わりにツーシームが D に下がってる。で、通常とアニバの違いで言えば、キレコントロール変えば変わんないんだけど、タイピングがない。代わりに、祝宴がついてるっていう点ですね。祝宴は、あれですね、対強打者とほぼ同じ。結構強いと思ってて、スプリットの変化量1個上がるって、結構情報修正だと思うんだよね。代わりにタイピング消えたけど、それでも全然祝宴で相手のミートとパワーめっちゃ下げれるし、そう考えたら結構あれなんじゃないかなと思う。最近めっちゃ打撃の調子が良くて、打率がめっちゃ上がってんだよね。打率がなんかもう3割7分が通常みたいな。4割までもうちょっとなんだけど、4割の壁が高い。で、もう一個、名人の旅やってるじゃん。名人に行くっていう動画。で、今達人2位で、もうちょっとで達人1位行くんだよね。もうちょっとで名人行けるっていう。名人1位、遠いな。先に、援護点をつけとこう。さあ、初先発。相手は OB の田淵さん。まずツーシームから。D、C から D に下がったっていうのはあるんだけど、全然あんま変わってないよ。ちょっと変化量が違うけど、それでも全然通用する。で、このスプリット。変化量が1増えてる。いつもだったらこれでストライクなんだけど、変化量が1増えてるからボールになるって。で、高速スライダー。ナイス。で、ツーシーム。ナイスボール。で、スプリット。そう、今ので、ギリストライクに入るか入らないかぐらいだったね、前は。OK。ナイス。また入れて勝とう。そういえば、この前、ツイッターの、なんだっけ、プロスピ7周年の時の、プレゼント企画みたいな、アマゾンギフト券がもらえるみたいな、があって、ツイッターにリツイートとか、いいねをするたびに、ポイントがもらえて、それで、応募できるみたいな。全部で360口しかないやつで、なんと、当たりました。アマゾンギフト券1000円分。多分今ここに出てると思うんだけど、最初ね、いや、マジで、公式マーク見るまでは、詐欺だと思った。いや、当たらないと思ってたしね。だって俺、ちょっとしか応募してなかったから、どうせ当たんないわ、と思ってたけど、めっちゃびっくりしたよね。ありがたく、使わせていただきます、田村さん。めっちゃ嬉しい。こういうの、あんま当たったことないからさ、田村得意な方なんだけどな。はい、全権撤回します。このストレートも C に上がったの結構でかいと思うんだよね。ビビたる差だけど。OK、ナイス。同じところから通信。ここら辺の高速スライダーもね、結構振ってくれる人多いんだよね。てか、祝宴出てない。そっかな、広角出てないし、外角のツーシーム。あ、やばい。あぶねえ。じゃ、外角のツーシスプリット。OK、ナイスボール。このツーシーム。やっぱりツーシーム張ってるって思うと怖いから、うん、スプリット張られてたね、今。危ね。
この高速スライダー振らないか。さすがにやっぱ警戒してるよね。ナイスボール。いや、投げる球迷うな。スプリットだと見かす。めっちゃ噛んだわ。スプリットと見せかけてツーシームのあの外角も結構いいと思う。まあ、高めのツーシームいくか。決め球。うん、分かってる。次が8球目。変化球打った。ケナスボー。やっ、最悪。あ、もうこれが無理なんだよな。打率が4割超えた。慣れてきたのかな、やっぱ。相手リボラーだ。いい対戦相手だ。ご飯食いすぎてちょっと気持ち悪い。オッケー、ナイス守備。うわ、マジか。オッケー。スプリットの変化量大きいのいいわ、やっぱ。オッケー、ナイスボー。はい、第3戦毎回点取られてる気がする。ちょっと勝ちどさいよ。オッケー、ナイス。ライト掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている松井。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球時、くそ、はい、ここもランナーは動きませんでした。さあ、走りやすいカウントになっています。肩が強いキャッチャーなんでランナーはちょっと慎重になるでしょうね。そうですね。次がオッケー、ナイス。あぶねー。相手を2球目打ちました。うわ、ラッキーだけどな。オッケーオッケーオッケー、これは分かった。オッケー、ナイスナイス。オッケー、ナイス。危ねえ、よかした。下がんない、分かってた。くそ、抑えよう。アウトを3つ取る簡単なお仕事。次ナイスボール。ナイスボール。バッターボックスには5番柳田。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。やば、甘い。危ねえ。最初は変化球できました。ボールになります。こっちへ持ってきましたが外れました。ボール先行です。はい、オッケーオッケー。オッケー、ナイスナイスです。あとワンアウト。下宿に出た。掛布さん、宿に出ないか。甘い。あっぶねー。同じところにツーシーム。オッケー、ナイス。ってことでマー君使ってみてください。以上です。